山梨交通7型電車。山梨交通7型電車。山梨交通7型電車は、山梨交通が、同社の鉄起動路線、電車線において運用する目的で1948年、昭和23年に導入した、電車、制御電動車である。後年山梨交通の運営路線廃止に伴い、上田マリコ電鉄、後の上田交通へ、譲渡されて、同社も、 は2340型として運用された後、同社マリコ線の廃止に伴って、江ノ島鎌倉観光、現、江ノ島電鉄へ、再び上取れて、同社800型となり、1986年、昭和61年まで運用された。以下、本校では、山梨交通7型として導入された、車両群を、本形式と記述し、導入から、 江ノ島電鉄における退役までの動向について、詳述する。山梨交通は輸送力増強及び四輪、単車構造の小型車100系、元、城南電気鉄道1系の代替を目的として、1948年、昭和23年度に2両の電車の増備を計画した。ただし、当時の地方鉄軌道事業者による車両製造発注は、 太平洋戦争終戦後間もなくの資材不足などを背景として運輸省の監督下における認可制をとっており各事業者が自由に製造メーカーへ新車を発注することは事実上不可能であったこのような情勢した山梨交通は運輸省の実務代行機関である日本鉄道会現日本民営鉄道協会より新造者に両分の割り当てを受けた 当時は、日本鉄道会が制定した、地方鉄機動事業者の申請車両に関する規格、私鉄郊外電車設計要項に沿って設計された車両、いわゆる運輸省規格系車両の申請発注のみが、原則的に認可されてたが、山梨交通が発注した新造車2両は、車体寸法、主要機器の使用とも、同要項を逸脱した設計を採用した。これは、 私鉄郊外電車設計要項に定められた数種の規格のうち最も車体寸法が小型であった B 形、車体長15000ミ、mm、リメートル、車体幅2450ミ、mm、リメートルでも山梨交通の路線規格には課題であったため、規格外の設計が例外的に認められたものである。蒸気経緯を経て1948年昭和23年12月に 汽車製造東京支店において7系、モハ7モハ8の2両が落成した。記号番号がモハ7から始まっているのは、従来車である1型も、配置モハ6の続番が付与されたことによるものである。車体長 13000mm、車体幅 2300mm、全長 13800mm、全幅 2380mm の反抗性車体を備える。 1>, 1型と比較すると、車体長が 570mm、車体幅が 166mm それぞれ大型化されているが、前述した私鉄郊外電車設計要項 B 形よりも小型化された寸法となっている。また、本形式の車体寸法は、同要項において、路面電車車両の基準の一つとされた大阪市、交通局1711型との共通性が、 指摘されている。前後つま面に運転台を備える、両運転台構造を採用。つま面形状は、緩い円弧を描く、丸つま形状とし、各つま面には両端に 600mm 幅、中央に 700mm 幅の、計3枚の前面窓を、75mm 幅の窓間柱にて区切って配置する。この前面窓は3枚とも一段加工窓となっており、 全開が可能な構造である。中央窓上の幕板部には1型と同様に行き先表示窓が設置され、腰板下部には後部標識灯を左右1個ずつ設置する。全小灯は1型と同様に中央倉下に取り付け座のみを設置し、必要な時間帯のみ着脱式の全小灯を取り付けて運行する形としている。側面には 400mm 幅の乗務員扉。 900mm 幅の片開け客用扉、700mm 幅の側窓をそれぞれ配置する。この客用扉も、私鉄郊外電車設計要項にて定められた 1000mm1、100mm 幅よりも寸法が縮小されている。側窓は1系の1段加工窓構造から2段窓構造、上段固定下段上昇式に改められ、前後2箇所に設置された。 客用扉間に 75mm 幅の窓間柱にて区切る形で戸袋窓を含めて計12枚配置し、各窓の下段部分には保護棒が設置されている。側面窓配置は DD12DD DD、D 乗務員扉、D 客用扉、数値は側窓の枚数である。また、本形式は1型とは異なり、各客用扉直下の内蔵型ステップは、 省略されて、客用扉下端部と、車内床面高さが同一に揃えられ、その代わり併用軌道区間にて使用する、車外設置の折りたたみ型ステップが型の一段構造に、対して、本形式では二段構造に改められている。この設計変更によって、折りたたみ型ステップを収納するスペースを設ける、必要が生じたため、各客用扉直下の大枠側受け部分が、 切り欠かれた形状とされている。車体塗装は幾度かの変更を経て、最終的には車体全体をノーオレンジ色として窓枠部分のみシルバーグレーとする塗り分けとされている。このノーオレンジ色は国鉄101系のオレンジ色、すなわち国鉄正式塗料の朱色1号よりも濃い色合いであったと伝わる。車内座席はロングシート仕様で、 収容力向上を目的に、前後の側窓角に枚分に相当する部分を降りず、席スペースとした都合上、座席定員は1系の32人に対して、本形式は28人と減少している。車両定員は104人で、1系の86人より増加している。主制御機は、自動加速制御と、手動加速制御を切り替え可能な電動カム軸式の、 東洋電気製造 ES-517SE を採用する。連結運転時の総括制御に対応した設計となっており、当初は総括制御用のジャンパ線を備えていたが、後年撤去されている。主電動機は同じく東洋電気製造製の TDK-521-2A1、AH、直流直巻電動機、定格出力 37.5kW を 歯車比4.20にて1両あたり4機搭載する。定格速度は時速 32km、定格圏引力は 2700kGEF で、いずれも1型と同一である。台車は、汽車製造制の中高組み立て式台車を装着する。固定軸間距離は 1650mm、車輪径は 860mm である。制度装置は、 SME 非常直通ブレーキを常用制度として採用、その縦用制度を併設する。連結器は下作用型の自動連結器を装着。連結器下部には、併用機動区間走行のため配照機が設置されている。終電装置は当初ダブルポール仕様で、前後、各2本、計4本のトロリーポールを搭載した。併用機動区間では2本のポールを使用し、 専用機動区間では、プラス側、終電側のポールのみを使用する形態あったが、高年河川改良工事の完成と同時に、太平電気製のビューゲルに換装されている。導入後は1型と共に運用されたが、後年は朝夕の多客時の運用が中心となったという。戦後間もなく、輸送量のピークを迎えた電車線であったが、その後自家用車の普及や、 乗り合いバス路線の発達などモータリゼーションの進展に伴って利用客は年々減少の一途をたどった。その後1962年昭和37年6月30日をもって電車線は全線廃止となり本形式を含む全在籍車両は翌7月1日付で除籍され用途を失った。路線全廃後本形式は 山梨交通の在籍車両中唯一他社への譲渡対象となり、2両揃って、上田マリコ電鉄、後の上田交通へ譲渡された。電車線廃止から半年余りを経過した1963年、昭和38年2月、上田マリコ電鉄は、同社マリコ専用車両であった、モハ3330系の代替を目的として、本形式2両を譲り受けた。 搬入後は洋稼道、大谷の領域側線に一行ずつ分散して、留置された後、マリコ線マリコ町駅に隣接するマリコ電車区にて、整備が実施され、模千2340型として竣工モハ七模モ7波千三2341、モハ8はハ千三ハ2342と、それぞれ新たな記号番号が付与された。また、本形式は、マリコ線における最後の増備形式となった。 導入に際しては、行き先表示窓の埋め込み撤去、車内照明の蛍光灯化、廃焼器の撤去、折りたたみ式ステップの撤去及び客用扉下部の切り欠きの埋め込み、終電装置の菱脂型パンタグラフへの乾燥のほか、着脱式であった全小灯を屋根状にステーを介して取り付ける固定式に改造した。また、本形式は、マリコ線の多形式と比較して車体が、 強幅であったことから各客用扉下部に張り出し型のステップを新設している。車体塗装は上半分がクリーム色、下半分が紺色の上田マリコ電鉄標準塗装となった。マリコ線は本形式の導入前後から山梨交通電車線と同じくモータリゼーションの影響によって営業成績が悪化しつつあり、1969年、 昭和44年4月19日をもって、全線廃止となった。再び運用路線の廃止に遭遇した本、形式であったが、一旦別所線へ転属し、付随車として使用した後に、下野郷駅の側線へ移動し留置され、1971年、昭和46年に、江ノ島鎌倉観光、現、江ノ島電鉄へ、再渡された。江ノ島鎌倉観光、以下、 江ノ電は、連接車の4両編成運転、十連運転開始に伴う、車両増備を目的として、1971年、昭和46年6月に、本形式2両を譲り受け、同年12月に竣工した。江ノ電においては800系の形式が付与され、もは2341、山梨もは7が802、もは2342、 山梨も派8が801とそれぞれ改版された。導入に際しては、2両を固定編成とする永久連結車とするため、各社の連結面となる側、すなわち801の鎌倉側、802の藤沢側の妻面の運転台をそれぞれ撤去して、変運転台構造に改造された。ただし、車内は運転関連機器、仕切り壁などを完全撤去して、 客室スペース化しているが、乗務員扉は溶接固定化されたのみで、損置されている。また、2両とも、主電動機を半減し1両あたりに機搭載に改め、802のパンタグラフを新造品の東洋工機 p t 5に、手に換装し、同時に801のパンタグラフと制御装置を撤去した。その他、連結機の NCB-6、密着自動連結機への交換。 後部標識等の丸型埋め込み式への改造、車内暖房機の撤去などが施行された。車体塗装はエノのンにおける標準塗装の窓周りをクリーム、腰板部、及び膜板部をグリーンとする二色塗装となったが、従来車と比較すると、クリーム色の明度が高めに変更されている。この仕様変更は後に従来車にも普及した。 導入後は一両あたりの定員が、江ノ電における在籍車両中最多の102人という収容力の高さを活かし、主に多客時の運用に投入された。しかし、実際に運用を開始すると客用扉が、車体の前後端部によった設計に禁して、客用扉周辺のみが非常に混雑するという、構造上の弱点が露呈し、また、主電動機を半減したことによる、 動力性能低下狭い乗務員扉が現場から敬遠される要因となり、運用開始後間もなく予備車扱いされるようになった。1973年、昭和48年8月の定期検査に際して、802の主電動機を再び4機に増設し、撤去されていた801のパンタグラフ及び制御装置を再び設置した。これは、 藤沢駅付近の高架化工事に関連して施行されたもので、高架区間への取り付き部に存在する最急勾配35%パーミル区間を走行するにあたって、編成出力、粘着力とも不足することが懸念されたことにいるもので、ある。801には、PT52 手の終電ネ部,部を改良した、PT52 手に両系パンタグラフが再設置され、同時に八百二のパンタグラフも p t 十二手に、 再交換された。また、801のパンタグラフ搭載位置は、原型とは異なり富士山より、運転台側とされている。この時は、予算の都合から懸案であった、客用扉増設は見送られたが、遅れて1975年、昭和50年10月に、客用扉増設による三扉化改造が、施行された。車体中央部に千に 1100mm 幅の客用扉を、 新設、新設客用扉左右の側窓、一方が、戸袋窓で、他方は、開閉可能窓を1000ミリメートル幅に拡幅し、改造後の側面窓配置は DD、DD31D14DD、各数値は、側窓の枚数、太字は、広幅窓の前後非対称構造となった。3扉化改造後は、従来の予備車扱いを脱し、運用機会が、大幅に増加した。 その他、1980年、昭和55年に、全小灯のシールドビームに等化及び腰板笛の移設と、後部標識灯の角型化が施行され、その後原型の木製扉のままであった両端の客用扉が、中央扉と同じく、扉窓を H ゴム固定指示とした、構成扉に交換されている。1982年、昭和57年1月、 日中合作映画、二巻の対局の制作に際して、本形式が撮影に用いられることとなり、車体塗装を、窓周りが黄色、幕板部と腰板部が青の二色塗装に変更された。さらに1八十四年、昭和五十九年六月の定期検査に際して、車体塗装を総火補強体、ウィンドウ、シルの下端部を境界として、下半分を茶色、上半分を、 クリーム色とした、江ノ電において、江ノ島電気鉄道当時の一時期採用されていた二色塗装に変更され、移行本形式は、チョコ電の愛称で親しまれた。その後、本形式は1000系四次社、1500系1501から1551、編成の収益と入れ替わる形で運用を、離脱1986年、 昭和61年4月28日付で除籍された。廃車後、801が山梨県南駒郡藤川町の利根川公園に里帰り保存の形で生態保存され現存する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。